今節はコーモーターが総動員で賑やかなシリーズでしたが、その分パワーの差が大きく荒れることも多かった印象。そんな中、シリーズ6強に残ったのはやはりパワー上位または上位に仕上げた面々です。6日間シリーズでお送りしてきましたモーニングレース朝どけからつ九州スポーツ杯優勝戦の開始、優勝を手にするのは一体誰でしょうか。バック側で一二三四五六と並んだ状態です。1号艇の佐久間明、この34号機をよく仕上げてきました。さすが唐津公社の佐久間です。今年 V3 に向けまして、今ゆっくりとホーム側に移ってくるところ、イン1コースから。2号艇の深川和人、唐津7月に続いて連続優出、こちらも今年 V3 を狙う1人。3コースは3号艇の池田光輝、2011年11月11日に福岡でデビューしまして6年1ヶ月、これがデビュー初優出です。引っ張って4号艇の浜野隆、シリーズを引っ張ってきた1人、この22号機も完調で今年 V3 を目指します。5コースは5号艇の林圭介、2004年4月下関以来13年8ヶ月ぶりの優勝にチャレンジ。そして6コース6号艇の高山秀夫、こちらは7年2ヶ月ぶりの優勝を目指し、気力は十分、36号機。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました優勝戦第12レース2コース2号艇の深川が好スタートです。3号艇もインスタート、1号艇は伸び返すか、まずは1号艇の佐久間がインから回る、3号艇の池田が逃げる、2号艇は流れてしまった、5号艇の林がまくってきますが、先頭は1号艇の佐久間明、堂々の押し切り。スタートは前提正常でした。しっかりと逃げました。1号艇の佐久間明、そして2番手が3号艇の池田光輝、後方3番手は6号艇の高山が3番手優勢、1周2マークは1号艇の佐久間、2番手は3号艇の池田が握って回って、2番手キープといきたいところですが、だいぶターンが膨らんでいます。二停止後ろからの追走で6号艇の高山秀夫、レースはこれから2周目で入ります。2周1マーク、先頭は1号艇の佐久間明、そして2番手は6号艇の高山が先に回ろうとするところを握って回って、3号艇の池田光輝2番手をキープします。後方3番手は6号艇の高山秀夫、水が空きました。3番手上位の体型は1番、3番、6番です。4番手は5停止以上空きまして、5号艇の林圭介、5番手が2号艇の深川和人、最後方が4号艇の浜野隆。2周2枚からホーム側、トップは1号艇の佐久間明、2番手は3号艇の池田光輝、3番手6号艇の高山秀夫、先頭から136、体型は変わらず、レースはこれから最終周回です。先頭走る1号艇の佐久間明、最初はこの伸びしかなかったはずのこの34号機をいつの間にか、あっという間に全てトップクラスの足に持ち上げて完勝宣言。唐津公社の佐久間明が唐津4回目、今年3回目、通算36回目の優勝に向かってきます。そして2番手はこれがデビュー初輸出の3号艇の池田光輝、3番手は6号艇の高山秀夫、136です。この組み合わせ3連単のオッズ136は 30.6 倍を示しています。ラストコーナー1号艇、3号艇、6号艇と折り返し、優勝戦の第12レース間もなくゴールを迎えます。先頭1番佐久間優勝のゴール、3番池田ゴール、6番高山ゴール、2番深川ゴール、5番林ゴール、ラスト4番浜野ゴールインです。